シャビトは、イスラエル宇宙局が開発し、イスラエルエアロスペースインダストリーズが製造する人工衛星打ち上げロケットである。名称は、ヘブライ語で水星を意味する。イスラエルが独自開発し、1986年に初の飛翔実験を行った二段式固体燃料の、準中距離弾道ミサイルエリコツをもとに開発された。1988年9月19日に、 パルマチン空軍基地からオフェク1を打ち上げた。この成功によってイスラエルは人工衛星を独自に打ち上げた8番目の国となった。人工衛星を打ち上げる際には地球の時点速度を最大限利用するため東周りに打ち上げるのが一般的であるが、イスラエルの場合は周辺のアラブ諸国への配慮により地中海へ向けて 西回りに打ち上げられ、人工衛星が投入される軌道の軌道傾斜角は、およそ143度となる。1998年、IAI は、コールマンエアロスペースやマトラマルコーニスペースとともに低軌道へ、小型衛星の打ち上げを受け負うレオリンクを設立した。前日の通り、イスラエル国内からの打ち上げでは、西回りの軌道のみに制限されるため、 ブラジルのアルカンタラ社長やアメリカのケープカナベラル空軍基地、ワロップス飛行施設などを用いるとされている。また、ロシア撤退後のバイコヌール宇宙基地の使用について交渉を行っている。いずれも最上段に 9K 個体ロケットモーターを用いる3段式の全段個体燃料ロケットである。スワートコップの南アフリカ空軍博物館にて展示されている。 RSA-3 エリコ 2MRBM に,に第3弾としてラファエルが製造した休憩ロケットモーターオス -51 を追加した構成を持つ。同型が RSA-3 として南アフリカ共和国へ輸出されたが一度も打ち上げることがないまま1994年に計画は中止された。2機は打ち上げられすべて成功した。 シャビトの第1弾を9トンから13トンへ増強し、第3弾の燃焼パターンを変更したのがシャビト1である。開発当初はネクストという名称であった。4機が打ち上げられ2機が成功した。シャビト1の第2弾を第1弾と同じく13トンまで増強したのがシャビト2である。2007年に初打ち上げ、2機が打ち上げられ全て成功している。 シャビト三構想では、シャビト2の第1弾を、アッテックが製造するキャスター120ロケットモーターに置き換えることで、高度 700km の極軌道に 800kg の軌道投入能力を持つロケットとなる。また、オプションとして、第4弾として、ヒドラジンを推進剤に用いるペプットマイナス420を搭載し、軌道投入精度を高めることが可能である。また、 派生型の空中発射ロケットとして、シャビト1の第1弾を廃止ス1 3 0や、ボーイング747から発射する、アルブが構想されている。ありがとうございます。